今緊急で動画回してるんですけど、行ってみたかったこれ。緊急で今ちょっと関西国際空港でね、1回目乗り継ぎ、緊急で動画回してるんですけど、オリックスバファローズが今日から交流戦で電撃補強しました。ペルドーもペルドーいたします。どうもしょうもな、しょうもないビーモレルです。オリックスバファローズなんと前ロッテ、元ロッテ、そして今年はメキシカンリーグに所属していたルイス・ペルドモ投手を獲得しました。来たよこれ、これやって、俺が見たかったのはそういうことね。いや本当にね、これでも去年のオフから噂はされてましたよね、ずっと。ペルドも取るんちゃうかみたいな、オリックスが日本シリーズ終わってからペルドも獲得に動くかみたいな、結構そういう情報が回ってましたけども、結局ねマチャドを獲得してカスティーを獲得して、外国人枠が結構いっぱいになってましたよね。その影響でペルドも獲得は見送りっていう感じだったんかなと思ったら、まさかのシーズン途中で補強、これフロントマジグッジョブでしょ福田さん。いやそれはね、去年の開幕前オフシーズンの時点では、確かにいらなかったかもね、確かに、だって外国人枠がいっぱいで、しかもその外国人全員が計算できるっていう状態で、実際4月はみんな活躍してくれたわけでしょ。でもその今のオリックスの現状、この中継ぎ陣が、ちょっとだいぶ調子悪いと、球が、今日はねノーカットで行くつもりなんで、本当にちょっと僕の喋りにかかってるんですけど、中継ぎの駒が不足しているっていうところで、ここで満を持してペルドモ、これマジで優勝狙っとる。まだ監督も選手も諦めてなければフロントも諦めてない、これ本気よオリックスマジで。でペルドモ投手についてなんですけども、結局その去年、そのメジャーリーグの移籍も視野に入れて結局メジャー行けなかったんですよね、で結局マイナーリーグ行って、でマイナーリーグもクビになったっていうことで、なんかペルドモ自身もあんまりそのアメリカでうまくいってなかったみたいだね。そっちばっかりでしょ。だからそういう点ではなんかで、メキシカンリーグに行って、でメキシカンリーグで今防御率0.台で無双中、やっぱメキシカンリーグで結構蛇行のリーグらしいんですけど、そういうところで無双してるっていうのは多分間違いなく実力はまだあると思うんですよ。というところでペルドモ、これはもうピンクでしょ。外国人枠をどうするかっていう問題はありますけど、それはもちろん今セデーニョとマーゴが今抹消中っていうところで、若干数今外国人枠に空きはありますけど、そこをどう入れてくるか。今現状一軍にいるのがエスピノーザとマチャドかな、あと2人ね、カスティオもいる、あとだから一応一軍枠に入れるのが2人、ペルドモはもちろん入ってくるでしょう。ペルドモは入れなあかんや、そりゃ。あともう一人 CT でしょ、トーマス。まさかペルドモ取ったことによってまた CT の出番をなくそう、そういうわけじゃないっすよ。 CT は必要よ。打線も別に今調子いいだけで、でもセデーニョもマーゴも今いないっていう状況で外国人の力必要でしょ。ペルドモ取ったからってまた CT 二軍傭兵、それはなしでしょ。ほんまに帰るで CT、アメリカ機関車トーマスで、帰国のあの機関車トーマスであると思う。トゥルトゥ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 、いや、そういう感じで本当にペルドモは日本にね帰還してくれました、本当に。これから交流戦いつペルドモは合流するか分かんないですけど、僕もいつ帰還するかね、向こう、僕もねちょっといつ帰還できるか分かんないですけども、俺の帰還する時期とペルドモが帰還する時期と CT が一軍に初登録される日、ちょっと俺の帰国に合わせてね、ここオリックスが順調に調子を上げてくれると非常に助かります。ということでオリックスまで優勝いけるぞ、今日から交流戦絶対優勝やー。